ほ、僕ミッキー。はい、ということで本日は世界チャンピオンコラボ企画第4弾ということで、元総合格闘家で 1FC 世界ライト級王者と、シュート環太平洋ライト級王者の、僕ポーテスさんとコラボさせていただきたいと思っております。とっても緊張しているんですが、実りある時間にしていきたいと思いますので頑張りたいと思います。それでは行ってきます。和田千代。じゃあ女の子も手をしっかりと両手で差し入れて、いたと思って腰が反ったとこから一番こう動く。持った時に一緒にしてます。そうです。6番打ってるんです。で、お尻出す時に背中がしっかり反れる。あんまし体を動かさないで、6番目から。じゃあ膝持って同じように一緒にしよう。基礎のところから。よし。じゃあ、膝と膝を動かしやってみましょう。で、手も向きしまう。で、もうちょっと手曲げる。結構。で、肘を上げないで、どんだけ前に行く。じゃあ、今度手の甲。で、これを肘を上げるようにして。正座しましょう。ルグシとルグシをつけるぐらい。で、まず足首いきます。足首。まっすぐ伸ばしたって言うことが伸ばすんで、一緒手振る。膝を上げて。お、ナイス。優秀です。で、指じゃなくて足首の、そう、足首に体重がかかるんです。そうしたら、そう、今度、外側。で、気がついたもん。そうそうそう。めちゃくちゃ優秀です。本当ですか？みんなできない。で、いつもサークリングの動きはできてると思うんで、直線の動き、そこからやっていきましょう。じゃあ、こちらへ行きます。で、どっち側です。まあ、今日は自分のこの幅を広げるために、まあ、いつもやってるのと違うかもしれないですけど、ちょっとやってみましょう。左肩で相手にしよう。左肩で相手見ると左目が効き目になっちゃうので両目で相手見ます。でこの状態で構えたまんまステップ、進行方向に対して後ろ足から手で行く。で後ろ行く時は進行方向に対して後ろ足なんで、さっきの前足からで、この時にこのステップの足がこんなになんない、奥足のレールと前足のレールがあって、この2個のレールの上を進める。で、肩出しながら、しかも操作する。今日は歩幅を保ったまま、もっとリラックス。 OK。 じゃあここで切り返しやりたいですよね。で、後ろから前行く時にしっかり自分と地面の間に突っ張り棒で、この突っ張り棒が突っ張ってれば突っ張ってるほど反発するの。ここでクッションを入れちゃうとスタミナとか筋肉使っちゃうんで、で前から後ろに突いてかかとが高いったら高いってほど反発するまでで、そう、それで突いた
足から滑れる。ついて足から。フレームを相手と自分の間に入れたいんですけど、肩とちょっと拳が入るんですよ。で、これよくあるのが肩が入るので、なっちゃうと力が入る。で、肩で、これで後ろ足蹴った力が拳に。で、ストレートに打つときは、肩が回る。で、変わる。ジャズが当たれば、肩を返せば絶対倒れる。この時期そうで入りすぎちゃうとまたエネルギーが分散しちゃうんで、ワンツーって時に経験者あるあるでジャブがステパンチになっちゃうんで、さっきのジャブしっかり打った後ストレート肩が完璧にパワーでやってる。そう、そうなんです。下がりもカウンターもあるんですよ。そう、肩伸ばしてちゃってね。で、小指上だと、上設定だと伸ばしきんないと上になんないんです。そしたら肩甲骨が衝撃がつくんですよ。ここまでバーコーンって打ち抜いちゃうやってみましょう。そう、ジャブがステパンチになんないんです。そう、ジャブしっかり入れて、そう、ナイス。そう、ナイス。長いワンツーにしたいですよね。相手と構え合った時にお互い手伸ばして、これもお互い安全な間合いで、仕掛ける時だけ相手の前に一歩入って取るっていう、相手が一歩入ってきたらカウンター入れないが一緒なんです。常にそれキープしたいですよね。できれば追っかけながら、なおかつ一歩入ってストレートまで。ちょっと はい、行きましょう。そう、しっかりジャブで、はい、そう、入って差し替えて、そう、もっとジャブ、そう、そうそうそう、そう、あと100周いきます。じゃあグローブつけましょう。はい、しっかり入る。その感覚掴む前にみんな引いちゃうんで、ちょっと今日は差し引っ張る、そう、それを追っかけながらやりましょう。そう、そうなんですよ。そう、でいつものサークリングの癖でどんどん斜めっちゃうんで、まっすぐ下げる相手にはまっすぐ、フレーム入れる時にこれが入りすぎちゃうとエネルギー分散しちゃうんで、この一番まっすぐにこう、はい、はい、そう、ナイス。そう、相手が出てきた時、カウンター仕掛けてきた時にジャブで止めちゃう。一番肩が遠いところ打って引くんじゃなくて、打ったらまた肩が一番遠いところに設定して、また近い、また遠いところに設定して近いっていうイメージです。そう、そうです。そう。で、打つときに最後だけパンチになってるんで、肩が出始めたときがもうパンチだと思って。そう。自分のタイミングで。そう。切り返して。そう。そう、もう一度。ついた足のここで 100% 溜まった力を相手にカウンターで行きたいんで、ここについた後、ちょっとでも入っちゃうと力抜けちゃうんで、危険になるから、できるだけ固定して、このまま、そうそう。この切り替え、そうそうそう。そう、カウンター大きいし、そう、決められるんです。そう。で、この時に、フレームを入れようとすると、肩が入んなくなってる時があるので、肩とこの尻を下げて、そう。で、この後伸びていくっていうイメージ。ここで当たっても、ここで当たっても倒れるイメージ。絶対肩とほぐしか。そうそう。長いジャブ打って、ストレート。右手が、そのまま、拳、飛んでくるんですよ。こういうラインじゃなくて、このライン。そうそう。相手を追っかけながら、ジャブで捕まえて、ストレートで仕留めるイメージ。
長いワンツー。そう、ジャブしてる。そうね。そう。そうね、そう。そう。そうです。そう。ジャブやってパンチの上に。そうです。そう。そう。そうです。そう、ジャブしっかり。そう。そう。オッケー、オッケー。じゃあ、フック打ちましょう。そう。そう。で、ここが着地点になって、通過点になるんですか。ああ、打ちたくないですよね。で、しっかり、ゆっくりでいいんで、ここで合わした後、バッ。もう、張りで、合わせる。そう、ナイス。で、フックも前足重心のフックと後足重心のフックがあるんで、ここまで今日はタッチしたらノールック体重移動で打った時には後足曲げる。そうそうそう、そう引っ掛けて、そうしっかりここで合わせて、そう脇に開けて、そうそう、ちょっとロシアンフックとかやりますか。じゃあロシアンフックやりましょう。で、肩に書いて、打った時にしっかりして、こっちの拳が当たるわで、これが手からじゃなくて、肩から行くで、それをこの水平の肩の入れ替えでバーンっていきたいです。そうそうそう、で打ち抜いちゃう。そうそう、しっかりここで合わせる。そうそう、ラリアット。そう、肩からナイス。そう、あと100回今のクオリティのロシアンフックの打った後ストレッチで、時間かかってもいいから、しっかり肩が入れたんで、そうそう、そう、しっかり最後ストレートまで。そう、僕の顔面になってます。そう、オッケー、オッケー、ナイス。じゃあちょっと水道を落として、新しいパンチが増えました。バランスが一番重要なので、当たろうが、絡むろうが、いつでもバランス崩さず、受けにしましょう。いいね、いいね。で、この時、バーン受けに。で、このフックで絡むっても次、ストレート。永遠にこのループが、そう。そう、ここでも強いストレート。そうそうそう。毎回空振っても当たっても自分の重心をコントロール。はい、そう、ナイス、さすが。そう、一発一発倒す、ナイス。そう、そう、これを追っかけなくていいんで、自分が一番毎回強い感じ、受けるバランスを作る。はい、行きましょう。うん、うん、うん。そう、ナイス。呼吸を忘れずに。そう。そう、ここで強い。そう、ナイス。そう、ナイス。ナイス。そう、オッケー、オッケー、オッケー、さすがです。ありがとうございます。ケリーケリー、ケリーも何かしら絶対あのボクシングに役立つ時が来るんで、反則はダメなんですよ試合ではですね基本的にケリーもパンチも足の使い方と一緒なんで、ちょっとイメージで手術結構。そう、そう、そう、この時
時にしっかり前足のかかとをあ、返す。そう、つま先前のまんまだと蹴った時に天井にエネルギー抜けちゃうので、かかとを返して相手に飛ばす。で、かかとを返すと絶対腰と肩がセットになる。で、難しいのが肩上がすけど手は引く。かかとを返すタイミングで手のこの振り子を使って思いっきりしてみたいですよね。そう。で、お尻が出ない。前に。そう。お尻が前に行く。お尻が横に行くだけで前に行きながら、肩に返す。そう。おお、いいですね。そう。で、手を引き締める。そう。そう。そうなんです。そう。おいいんじゃないですか。じゃあ、これを、逃げる相手を追っかけながら、今ぐらい強く蹴れるよ。追っかけながら、そう、そう、足が離れた瞬間から蹴りが始まってくるので、最後だけ、グッて蹴りじゃなくて、こっからバコーンいっちゃうように、そうそうそう。もう一回行きましょう。追っかけながら、そう、そうです。そうです。いいじゃないですか。じゃあ、帰りはさっきのカウンターと一緒で切り返しの足をその踏み切る感じ。そう、100溜まってここで一歩入っちゃうと抜けちゃうんですから、なんでこのままこっちに、そうそうそう、さあやって自分のタイミングで、そうで、思いっきし、そうそう、で、追っかけも、そうです。そう。そう、かかと返して。そう。そうです。そう。じゃあ、膝行きましょう。はい、膝。はい。蹴りと膝は全く打ち方一緒なんです。かかと返す。なんでかかと返すかっていうと、この膝の攻撃の距離がこんぐらいだとしたら、かかと返したらもっと長いで蹴る、うん、そうで、力が天井じゃなくて相手前に蹴る、そう、これ、これが入る、そう、これが入ると相手はこれ以上絶対近寄ってこれないです。じゃあ行きましょう、追っかけで、そうで、ここにやって僕を蹴らないでください。行きましょう、追っかけながら、そう飛ばして、そう手を抜きして、そうで、ちょっと回しちゃってるんで、このまま、こう前、帰りは神田だからもっと入りやすいと思います。そうさっきのフレームを入れて、そうもう一丁、そう強い膝を、そうかかと返したら絶対に肩と腰がセットになるので、こっちにで、こうやって腰が折れちゃってると力が逃げちゃうんで、腰を出せるんです。で、帰りは自分のタイミング、そう、ナイス、そう、そう、そう、ナイス、そう、そう、かかと返して、そう、ナイス、帰りは自分のタイミングで、そう、そう、ナイス、オッケー、オッケー、オッケー、すみませんね、なんか変なことやらして、ね、今のカウンターのタイミングはパンチのタイミングと全く一緒なんで、うん、まあそれだけ分かってれば体の使い方も蹴りも膝のパンチも基本腰と肩の入れ替えなんで、しっかりできる。本当、試合で負けそうになったら最終手段を使ってください。最終手段いいこと言うときは、そうそうそう、いいな、最そんな感じで、ありがとう、試合でありがとうございます。いや、どうぞ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、させていただいても、はい、かっこいいの始めたばっかり分かんないことだったんですけど、はい、減量とか
と怪我とかきついことあると思うんですけど、はい、続けていくモチベーションとかその魅力とかってどういうことですか？やられたら悔しいっすよ。そうですね。で悔しい人はほっといても強くなると思うんですけど、やられて嫌だなって思う人はちょっとモチベーションまた違う方法で作っていかないとダメなんですけど、まあ負けず嫌いだったり、あやられてクソって思ってたら、まあ、そのうちは全然続くと思います。ありがとうございます。で原料とかもちょっとしたこと変えるだけで全然違うんで、昔はボクシングで僕もボクシング部だったんですけど、すごい無茶な減量も1ヶ月前ぐらいから水制限してる。そうそう、だからそういうのやってるともうみんなもうヘロヘロで試合どころじゃなくなっちゃうんで、今は結構みんな直前で水抜いて 4,5 キロ落としちゃうようにやってるんで、まあそういうのとうまく、あとね、どのタイミングで何を食べるかでまた全然変わってくるんで、いろいろ研究しながらやってるんです。ありがとうございます。いや、とんでもないです。みんなが多分待ってる人が多いと思うんですけど、はい、ちょっとまだそうですね、そのうちちょっとまたやりたくなったらって言ってるんですけど、はい、今こういうクラファンとかのリターンとかパーソナルジムやるのに向けていろいろ動いてて、でいろいろ教える回数も増えてきたんで、ちょっと忙しくなってきたらもうちょっとまあまだいいかな、様子見みたいな、はい、ありがとうございます。最後に一つだけお願いしたいのがあって、しっかり練習してて嘘書きをいただいてもよろしいですか？練習してます。一応やってどのぐらいしてます？週5回はやる機会を作ろうと思ってやってます。しっかり練習しとけよクソガキ、しっかり練習しとけよクソガキ。ありがとうございます。この猪木のピンタみたくなんないっすよ。いやもう本当みんなが震えてると思います。いやいやいや、とんでもないです。貴重なお時間をありがとうございました。すいません。はい、終了いたしました。ボクさん動画で見る通り本当に気さくで素敵な優しい方でした。 MMA 総合格闘技を今日教わったんですけど、力の入れ方とか間合い、まあ、距離感とかすごい勉強になったので、これからボクシングに生かしてさらに頑張っていきたいと思います。チャンネル登録、高評価、コメントどしどしお願いいたします。ボクさんのことも概要欄に入れてありますのでチェックお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさーい。